サクラマスにどっぷりハマっちゃった。サクラマスを見たときに衝撃で、こんなでっけえ魚川にいるんだって、北海道の鮭とかじゃなくて本州にいる、それも福井にいるぞ。結果釣りたくて川の中潜って、ヤマメ、イワナとかそういうアマゴ、そういう魚の位置をずっと見てた、動きとか生きた餌をやってどういうふうに食うかっていうのもやった。こういう流れのあるとこで釣りたいっていう、あのね、もうこの10年ぐらいかな、俺なんかはもともとはこういう120とか110とか130とか180とかっていうルアーで本流とか湖狙ってきたんだけど、釣りたいのは分かる。あのサイズがどんどんサクラマス狙うのも5センチとか6センチ、それはそれでもう間違ってもないし、オニマスシリーズに関してはもう正影正樹のなんていうのかな、自由に釣りして楽しんで釣りして、もう一匹の魚にどうやって関わるかっていう考えで作ってて、やっぱり昔から使ってるその大きいルアーでそのネイティブトラウトを釣りたいと。正影正樹の思いを形にできるのはそのデュオさんしかないと思ったんで、全身で向かってきてくれるわけ。そういう会社ってないんだよね。かっこよかったよ、その遠く目でパッて見て、ああマスカゲなんて分かったもん、一番分かるのはテンガロンハットだけど、いやそれ真似てるやつもいっぱいいたから、当時マスカゲでリトルノリさんって言われてたんだけど、ノリさんって、ちょっと亡くなられちゃったザウルスの社長の方がおられたんだけど、そこの付き人じゃないけど、なんかそういう感じで一緒にやられてて、そのナチュラルドリフトの釣り、U エフェクトとかね、いろいろあっての U 字効果みたいな、こうターンした時の釣りみたいな、でそういう釣りやドリフトの釣りっていうのは、クラシカルはクラシカルなのよ、ドリフトさせて回収するみたいな、でそういういやドライフライに、フライでいうドライフライに近いような釣り、バルキーな、いや主張の強い存在感のあるサイズのルアーをナチュラルドリフトで使うっていうのは、マスカゲがやる釣りの手法の一つではあるので、そこに主眼を置くよね。俺はこのマスカゲ110の企画が来た時に、マスカゲは絶対にバランス崩さないっていうのを言うだろうなって俺は分かってたわけ、だから最初から重心固定をイメージしてたの。その手段の一つとしてその大きいルアーを使うっていうことが、状況とか河川とか対象魚によっては5センチとか6センチのルアーを投げるよりは超過が出る可能性があることを知っている、マサカゲスタイルじゃないのかなって思う。